皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 TSC オカルトラジオともです。木村です。圭介です。本日は、2ちゃんシリーズって言ってもいいですかね。これは2ちゃんですね。はい、はい、今日はプレゼンターは木村さんなので、はい、パスします。はい、はい、スルーパス。スルーですね。スルーちょっと走っといてもらわないと。よろしくお願いします。お願いします。妖怪退治の仕事してるけど何か質問あるっていうスレッドなんです、はいはい、これはツイッターでトラウマンさんっていう方がこれ THC オカルトラジオで取り上げてもらうしかないやつやってつぶやいてて、このスレ知らなかったから、はい、ちょっと調べたというか読んだんですよ、はい、で結構面白くて、はい、取り上げてもらうしかないなと思って。わー、やったー。なるほど、はい、僕は全く読んだことないので、はいはい、めちゃくちゃ楽しみです。ちょっとリクエストにじゃあ答える形ですね。そうですね。トラウマさんリクエストありがとうございます。ということで、これがシャレコアとかじゃなくて、入足ビッププラスっていう板に書かれたことらしいんですよね。どうやら。だからいまいちね、シャレコアじゃないから知らなかったのかなと思って。ビップって呼ばれるところですよね。2ちゃんだとビッププラス、なんかビップからみたいな。そのあれは見たことある気がする。結構有名ですよね、ビップ版って。そうそう、なんかね、ビップ版も何個かあるみたい、何個かあるみたいで、そうじゃん。で、そうらしいという、ちょっとその辺は詳しくわかんないですけど、内容がとても良かったので、ちょっと例ようかな。ただこれ、全部でスレッドが11あるらしくて、すごい。そう。要するに1から1000まで書き込みができる板が、11個。あるらしくて1万1000件の書き込みがあるってことですね。そう、そういうことだね。すげえな。すごい。でまだ私はスレッド1しか読んでないんですよ。そう。それでも十分面白くて、まだ話が途中で終わってるんですけど、まあ完結してる話もこの1スレッド1の中で2つ完結してる話があったんで、そう、それを紹介して、まあプラスまあ何か質問あるっていう板なんで。あ、じゃあ、まあ今回2エピソードとかに分けるかもしれんですけど、面白ければ続けていけるかもしれない。いけるかもしれないですね。いければ。いけるかもしれないです。いいですね、いいですね。そう。序章みたいな感じですね。そうだね。だから、そう、評判が良ければね、いけるかなっていうのあるんですけど。でもだってタイトルで興味ありますよ。ね。ね。そうなんですよ。妖怪って本当にいるのからまず始まるから。そうそう。何か質問あるってことなんで。質問に答える1っていうスレ主がそうそう Q&A みたいな形で答えるっていうの、そっからねちょっと言っていこうかなと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。まずは質問、今まで退治した中で一番可愛かった妖怪はに対して、あんまり可愛いやついないんだけど、強いて言うなら通称大平原怠け者ってやつ。怠け者に似てるんだけど、あんまり正式名称聞いたことない。爪がめっちゃ尖ってて家畜とか襲ったりする。で1のスペック、まあ主ですよね、はい、妖怪退治してる人のスペック、まだ駆け出しで今22歳、男、身長174、流派は一応半山ってやつ、運搬のパンに山、まあ、なんていうのかちょっと分かんないですけど、半山かな、顔はイケメンだと支障が出るからブサメン寄りの普通面、童貞、これもそっちの方が都合がいいから。この辺はね結構ね、なんかこの後で出てくる話の中でも、なんか童貞の方がいいみたいな話が出てきますね。大卒？何か妖怪退治になりやすい学部学科とかあるの？っていう質問。中卒だよ。うちの実家田舎だったんだけど、小さい頃一回変なのに疲れて退治しに来たのが俺の先生にあたる人。うちの家族ほとんど死んじまったから先生に引き取られて今に至る。先生は京都大学の文学部の考古学専門だったらしいけど、給料は誰がくれるの？月収いくら？月収は特にない。たまにお寺とか神社とかから依頼が来て、それで見積もってお金もらってる。まあだいたい1回ぐらいで100万から300万。やばい山なら1000万オーバーはいくね。でもそういうのって基本2、3ヶ月くらいに1回しか来ない。やはり命の危険がある分高いんだな。妖怪退治する時の必殺技教えて。どうやって退治するの？ほとんど山間と言っていいほどのもの。妖怪って本当はあんまりカッパとか天狗とかみたいにカテゴリーされてなくて、全員が全員違うものなの。だからその場に合わせて対策考える。うちの流派はどっちかというと結構無理やりに解決するのが多いかな。他とかだと風水とか陣とかやることもあるけどね。例えばこの前の先生のした仕事で悪い座敷わらしみたいなやつ退治したんだけど、お札ペタペタ貼って普通に家燃やしてた。まあ効果は早い分乱暴なんだよ。本当にそんな職業あるんだ。釣りかと思ったわ。正直あんまりおすすめしない。妖怪の漫画とかだと結構そういうのとは交流できたりするけど、実際そんなことはない。ほとんど自分の寿命をお金と交換しているようなもの。ちなみにお札とかなんだけど、自分たちで作っているわけじゃなくて、徳の高い偉い人にお願いしてる。めっちゃ高い。夜は墓場で運動会してる？今はあまりしない。昔のこういう仕事してる人たちって副業とかで墓荒らししてたみたいで、墓場で運動会してたかも。妖怪ってどこにいるの？俺のイメージだと京都、出雲、遠野なんだけど、東北民としては遠野にいるとロマンを感じる。表現しづらいけど、そういう場所にいるのは昔時の天皇がちゃんと陰陽師とか通じて契約したやつだと思う。外国とかだとよく王朝が変わったりするけど、日本はほとんどずっと天皇家なのはそのため。天皇の権威がないとかなりやばいことになるらしい。実際仕事するときは天皇の写真持っている。他にもいろんな場所にもいるよ。大抵そういうはぐれメタルみたいなやつが危険。前髪が常にアンテナのように立ってしまうんだが、容器を感じてるのかな？してない。容器というより肌で感じるんだよね。いると。まあ慣れみたいなもんだから。エピソードは腹筋終わったら、このエピソードっていうのはこれから話す一連の流れですね。妖怪って敵だらけなの？味方的な妖怪いないの？敵だらけっていうか、多分奴ら敵って概念ないかも。悪い奴は害虫みたいなやつで、ただそこにいて悪さをする。悪意とか感じたりするかもだけど、それはあくまで修正の一環。昔だと式神様とかそんな感じのやつに手助けしてもらっていたらしいけど、最近はそういうのができなくなってる。一番大きな原因が天皇家が契約の更新みたいなのをしていないからっていうか、できなくなった。結構戦争でいっぱい人死んで、そういう文化が途切れちゃったんだろうね。怖い話に出てくるくねくねとか八尺様って妖怪なの？パッと話を読んだんだけどよくわからない。でも八尺様は妖怪臭い。神社と妖怪って関係ある？お稲荷様は妖怪の派生？陰陽師とは違うの？式神って本当に使えるの？神社は関係しているところは関係しているよ。お稲荷様だけど、ウィキペディアに結構詳しく書いてあるよ。びっくりするほどね。それ関係で思い出したんだけど、九尾の狐いるじゃん。あれって悪い狐の代表格みたいなもんだけど、描写を見る限り、どうしてもいい狐のはずなんだよな。陰陽師とはちょっと違うかも。そっち系の流派の人はちゃんと理屈があって、こうしたらこうなるからこうするべき的なものがある。でもうちはもっと乱暴で、ただ今までの経験でこうすれば良くなるよ。確信はないけど、みたいな感じ。霊感あるからそういう仕事できるん？むしろ俺はない方だと思う。なくても道具で代用できるよ。あと、あると逆に危険な時が多い。漫画みたいに人間じゃない相棒はいないの？いない。俺、友達あんまいないから動物飼いたいんだけど、先生に危ないからやめておけって言われた。動物について害を持ってくる可能性もあるかららしい。あと、愛用品とかもなるべく少なくしてる。妖怪とか全く信じてないけど、俺の前にもそういったものが現れる可能性はあるの？まあ、どういう環境かわからないから何とも言えないけど、暗いうちはあんまり出歩かない方がいいよ。神主の友人が多いんだが、あいつら17時に仕事終わってガールズバー行ってんで、どう思うよ。仕方ないさ、仕事が違うんだから。普段から気をつけた方がいいことってある？これはしないとか、そこには行かないとか。夜に水を飲む時とかは、コップにもともと入ってたやつを飲まない方がいいかも。新しく水道で汲んできな。あとはいろいろあるけど、一番気をつけないといけないのは、夜道を出歩かない。窓を開けてオナニーしないとか。よく漫画で物語では政府や経済界の大物の人がオカルト的な力に頼るってあるけど、現実にそういうことはないの？あと、主さんですね、はどうやって生活してるの？それが仕事ならどこからそのお金は出てくるの？お金は前にも書いたけど結構もらえてる。ただ、仕事柄結構質素な生活を送っているかな。愛用品とか持っちゃいけないから、漫画とか本とか買ってもすぐ売るし、パソコン使ってるけど、いつもすぐ変えてる。携帯もなるべく安いやつで交代交代に使ってる。土蜘蛛っていうでかい蜘蛛みたいな妖怪が好きなんだけど、ああいうのって実際にいるの？どうだろう。俺も実際そんな大物見たことないからわからん。でも、昔の人はすごかったらしいし、そんな妖怪本当にいたのかもね。で、主がみんなどういう系が好きなのかなって話。で、短い方がいいとかいろいろ聞いてて、なんかちょっとエロい話がいいっていう、リクエストがあって、で、その話を語り出すっていう感じなんですよ。どう思います？この主、一番の主の能力というか。面白いなと思いますけど、やっぱそういうのも仕入れっていうか、そのお札を違うところから得の高い人に書いてもらって、自分で書くんじゃなくて使うっていうのが、なんか仕入れ代金もかかるんだなっていう。あ、そうだね。だから多分100万とかの案件があっても、そのお札1枚じゃあ20万ですとかもありそうだなと思いましたね。だからまあ確かに生活はできてかもしれないんですけど、そんなにめっちゃ高いっていうわけでもないんだなっていう。なるほどね。なんかその質問が結構あったじゃないですか。で、まあ、ずっと今聞いてましたけど、一個も覚えてないですよね。そう聞いた時は、はい、あ、ふむふむって思うけどね。次から次へと新しい情報が入ってきて、次エロい話するんだなっていうところがちょっと、あそこはね、しっかりと残ってると。でもっていうのは冗談で、なんていうんですかね、本当に、この人に力があるとか、その師匠が、先生か、がそういうお祓いをできるかどうかは、まだちょっと定かではないけど、なんかそういう商売はありそうだなっていうか。なるほどね。結局目に見えないもので、ないからいいっていう、こういうプロットがしっかりしとれば、気休めでそのお札貼って家燃やして、もう大丈夫だよって、うちはもうちょっと乱暴だからみたいなことで、ありがとうございましたで、なんか気休めにはなるというか。だからそういうので大丈夫な人向けにこういう商売自体はあるのかもしれないなって思ったぐらいですね。ちょっとなるほど、ね、読んでいくと、分かるんだけど、よくある悪霊、悪いものがついてるなんか幽霊、みたいな、そういうのを払う、なんていうのかな、除霊するみたいなのあるじゃん。なんかそれとはこう全く違うものっていう感じなんだよね。妖怪。これって、じゃあその人たちは払うじゃないですか。だけどそれって誰かに言われて、じゃあ払いましょうって払うっていうか、妖怪を退治するというか、ってなるじゃないですか。これの仕組みがなんか、家に幽霊が出て、怖いから霊媒師を呼んで、除霊してくださいに似てるなと俺はちょっと思ったんですよね。似てるよね。でもこのスレ主は幽霊のことはちょっとよくわからんみたいな、霊感ないみたいなこと言ってましたもんね。言うんだよね。だからそっちは専門じゃないからわかんないんだけどみたいなことを、まあその今から話す物語とかその後の質問とかで言ってて、あ、そこはなんか全く切り分けてしてんだなっていう、ね、幽霊と妖怪は全く違うもの、別物っていう概念というか、そうなんじゃないですね。そう、それがなんかね面白いなと思って、俺がもうねそれがなんかなんて引っかかるというか、それを妖怪として気休めでやってあげることによってこの人が満足するみたいなものなのかなって思った感じですね。なるほどね。でもまあ依頼があるってことはそれに苦しんでる人がいるっていうことだから何か被害があるっていうことですよね。そうだね。その妖怪による被害、途中のちょっと気になったのは悪い座敷わらし前やったのはみたいな、言ってたね。それもなんかね、座敷わらしは妖怪だったんだみたいな、ちょっと座敷わらしはでも妖怪の代表的な、あれ代表の妖怪なんですか？俺は普通にお化けだと思ってましたずっと。ああ、そうか。そういう幸せを呼ぶお化けみたいな。なんかさ、お化けだと名前がないイメージがある。なんか妖怪は名前があるみたいな。なるほど。確かに確かに。ほう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 。なるほどね。そういうイメージがある。でもこの人が言うには、妖怪と一括りに天狗とかカッパとか一括りにするもんじゃなくて、それぞれ違うものなんだよみたいな、個体差があるよみたいな話を質問で答えてたからさ、本当は違う、その例えば座敷わらしっていうくくりだったとしても、一体一体違うものみたいなんだけど、みたいなものみたいな感じですね。そう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 。なんかじゃあ図鑑とか作れんすね。そうだよね。本当は作れないというか難しそう。難しそう。まあすごい職業の人が怖い話をしてくれるってことですもんね。まあその体験談だよね。退治したっていう体験談をしてくれるっていう感じ。でもなんか土蜘みたいなすごい大きい蜘がいないは見たことないっていう、昔はいたかもしれないけどみたいな感じだったじゃないですか。だから普通サイズっていうかあれなんですかね。大きいの。そんなバカでかい家ぐらいの大きさとか、まだ山ぐらいの大きさ、大だらぼっちみたいなのとかはいないんですかね。まあそのこの人の体験の中では、この人は出会ったことないみたいな感じだよね。私が面白いなと思ったのは、その天皇家の契約みたいな話が出てて、まあ言ってみれば神道の長じゃないですか、天皇って。そういう人がもう例えば東北の方に妖怪を追いやって、でこっからこっちは下は降りてくるなよみたいな、南側降りてくるなよみたいな、そういうなんか契約をしてたりとか、なんかその戦争の前はそういう、妖怪たちと何らかのこうなんだろう契約みたいなことをして人間を襲わないようにねみたいなさ、してたみたいな。そうか、 GHQ とかのそういう関係で解体された可能性もありますよね。まあそういうのはあるだろうね。まあ戦争があとはね言ってたもんね。それ以降はちょっとできないみたいな感じで言ってたから。そうか、そういうことか。まあそうそう、まあ GHQ がどれぐらい関与してるかちょっと分かんないけど、解体しましたよね。やめろみたいな。そんなことあった？なんか裏歴史みたいな感じのあった気がする。古神道、昔はその古神道とは言わんくて普通に神道だったっすけど、その GHQ に止められちゃったもんで今古神道っていうようになったみたいな感じだったかなっていうぐらい、全然違ったらすみませんけど、そういうのも関係してるかもしれないっていう。そうそう、なかなかねそれも興味深いなと思って、面白い。続きは気になりますね。なりますね。ということで今のが、質問のコーナーですね。この人のスペックが分かっただけでも何をやってるかとか、でこのスレッドが、このエピソード、今から話すエピソードも語ってくれてんだけど、その途中で質問に何か答えたりしてるんだよね。だからそれを一つのエピソードとして、こう抜き出して、コピペして一つの話にしたんだけど、この話を聞いただけだと「ん?」って思うところがあるかもしれないけど、後でその質問としてまたまとめて、なるほど、Q&A で気になるところは言ってくれるってことですね。って言うと思う、多分。了解です。っていう感じで、はい、じゃあ聞きましょう。まずはこのエピソード、まあまあ長いんですよ。まあまあ長いですけどちょっと聞いてくださいね。はい、楽しみです。はい。書き溜めとか一切ないからご勘弁。あといろいろこっちの都合もあるから隠す部分も多いかな。多分今から 2,3 年前くらいの話かな。その時も普通に師匠に仕事あるって言われてついていったんだけど、場所は冒険で太平洋側の島の話。島といっても結構近くて、橋が作られる計画とかもあったらしくて、宿とかたくさんあった場所だった。まあ一回しか行ってないから今はどうなったか知らんが、事前に師匠から話を聞く限りあまり厄介な山でもなかった。まあよくある系の家になんかいるみたいな感じのやつで、布団を出すとよく獣の毛みたいなものが挟んである。屋根裏からトントンと足音みたいなのが聞こえる。いろいろ調べたけど何も出てこない。子供が夜トイレに行くときに変なものを見た。みたいなもんだった。中卒だからいろいろ言葉おかしかったらごめん。その家はかなり古いもので、戦争の間の空襲からも生き残ったというすごい物件だった。相談のルートはよくわからないけど、その島の漁業組合みたいなのがあって、そこの年取った人から紹介されたみたい。その一家の構成は子供一人とその親、そして半身不随で迷信とかかなり信じてるおじいちゃんの4人だった。4人にしては少し広い家だったんだけど、まあこんなもんかと現地に到着したら早速お家調べ。一周して俺は特に何も感じなかったんだけど、先生はどう思ったか知らん。とりあえず布団に挟まってた獣の毛とかを見せてもらったんだけど、俺の知識的ではそれだけじゃやっぱり何とも言えなかった。でも先生的にはその動物の毛が化粧皮に似た何かだって言われた。まあさっきも言ったように妖怪は種類なんて存在してなくて、実はみんな違うんだけど、でも一応こんな感じなものかなみたいな経験則で無理やりいろいろ分けてるみたい。そんでその化粧皮っていうのは昔の風俗、遊郭だっけによく出てくるやつで、子供が変なものと言ったやつは一応人型という話もあったから、先生はその線で進めることにした。それでその毛が誰の布団によく出るかとかそういうことはないのかって聞いたら、どうやらお母さんの布団からよく出てくるらしい。あ、ちなみに布団にどんな感じについているかというと、猫とか犬とかがソファー荒らした後毛がたくさんついてるって感じかな。でもその妖怪って風俗に多いんですよねって先生に小声で聞いたら、先生は依頼主のそこら辺はあんまり詮索するなって言われた。その家が悪いのかどうかもわかんないんだけど、その時点でもしかしたらって考えが浮かんだ。とりあえずこういう系の妖怪は駆除するのは簡単だけど、すぐに戻ってくる厄介なやつだから、まずは駆除。そんで、それから戻ってこないようにするための措置って段取りになった。まずは家の四方に縄で囲んで東南側を開けておく。理由聞かれてもよく言えないんだけど、まあそういうもんだと思ってくれ。そして専用のお香みたいなのをたくさんつけて家をもくもくとさせる。一通りお香が炊き終わったら、ロープに火をつけてゆっくりと燃えて一周するのを確認する。燃え切れば妖怪は出ていったことになっているらしいんだけど、その日は素直に出て行ってくれなかったらしい。なので少々めんどくさいことになった。妖怪と幽霊の違いは、妖怪の方があまりしつこくないっていうところなんだけど、しつこい場合は大抵何か理由があるから、そういう場合一番手っ取り早いのは家をヒャッハーすればいいらしいんだけど、もちろんその時はそれはできなかったから歌みたいなのを歌うことにした。歌の歌詞は企業秘密だから言えないけど、大体の意味合い的にはこんにちは、陰陽師の何々の筋を受け継いだ何代目の何々です。昔きちんと天皇との契約の云々を知っている名のある主なら名前教えてっちょ。まあ教えてくれないとしてもいいさ。でもここは人間の住むところだから出て行ってくれないかな。もちろんタダでとは言わないからなんかあげるよ。お願いしますよ。お願いします的なやつだ。この歌を歌うのは決まって夜という規則があるんだけど、それも理由はよくわからない。というか多分先生もその歌の意味を完全に把握していないと思う。歌い始めて少ししてから、俺的には耳鳴りみたいなものがして、屋根裏の方から軽くトントンって声がした気がした。そんで歌っていうか詩っていうか、それが中盤のあたりになって、俺は部屋の電気を全部消して、ろうそくを部屋の東側につけた。先生が歌ってたんだけど、そのろうそくが消えるまで歌った。消えるっていうのは、ろうそくの火が最後まで燃えて消えるって意味じゃなくて、なんか急に消えるっていう意味でね。あ、忘れてたんだけど、その間一家はどっか別のところに泊まってもらった。ろうそくが消えると先生も歌うのをやめた。あたりはシーンとなるんだけど、なんていうかな、生き物みたいなものの息遣いが一つ増えた気がした。そしてそこで俺の仕事が来た。童貞であった俺の、簡単に言うとオナニーした。そんで精子を特製の紙に包んで、それを燃やさないように気をつけつつ、火で炙りながら外まで持っていった。その間、先生は家の周りにまた縄で囲い、玄関の方だけ開けておいた。そして、俺が出ると、その縄を完全に玄関も囲むようにして、縄を閉めて、締め切ったという。俺はそこでオナニーしたやつを燃やした。さらに、夜風にさらされながら、そこでもう一発抜いた。まあ普通2回くらいならなんとかなるんだけど、その時は結構俺はヘトヘトになった。短いけど、妖怪駆除はだいたいこんな感じかな。いくつか家庭隠させてもらったけど、すまそう。あの家だけど、妻浮気してたんじゃないかなとか、帰りに先生と話した。割と安全な山で、おだちもそんなすごくなかった一件。でも、オナニーしたのがかなり未だに印象に残ってる。あの時、俺のやつ、密かにしゃぶってたのかなとか思いながら、今でもたまにあの妖怪で抜く。そんな感じでした。まあ、俺はもう寝るので、もしよかったら明日また少しいろいろ話するよ。つまんない話ですまん。という話ですね。なるほど。なんかその、駆除って、その本当にそれを退治するとか消すみたいな感じじゃなくて、追い出すって感じなんですね。そうだね。そうだね。基本なんか、後で話多分出てくるんだけど、まあ、対話して、で、まあ、出てってもらうみたいな。交渉みたいな感じですね。そう。なんか歌ってのなんか面白いなと思って。まあ、お経じゃないけど。なんかノリタみたいな感じですね。そんな感じだね、多分ね。多分節がついてて、なんか、さっきの言った内容が、ちょっと難しい昔の言葉みたいになってて、みたいなね。そう。で、そういう歌を歌うのかなみたいな。やっぱそのさっき言ってた童貞ってのが、その駆除するときに必要な、なんか必要みたいな。なんかに陰陽師と似てますね、やっぱり。流派は違うかもしれないですけど。陰陽師もそんな感じなんですか。陰陽師もなんかそんな感じじゃないですか。ノリと歌ってみたいな。なるほどね。まあそのなんていうんですか、性に性のパワーを使う感じじゃないですか。だって巫女さんもあれですよね、少女じゃないとダメなんですもんね。そういうあったね、そういうのはね。なんかそういうのもあるんだなっていうの方が強いのかもしれないですけど。まあそうだね。イメージ的に妖怪って子供を狙うみたいな、そのアニメとかの影響かもしれないですけどみたいな印象だったんで、その童貞でそういう大人への行為を知らないものの、その精子が餌になるみたいな、なるほどね、感じで連れてってるのかなみたいなのをちょっと思ったんですけどね。なんかそんな感じましたよね、今回の話はね。それを餌にして外に出して、追い出して、でぐるぐる巻いて結界張ってみたいなのかなってちょっと感じた。そうだね、餌か。だから炙って匂い強くするみたいなね。なるほどね。なんかそれを外でバッて燃やされたらなんだってなりそうですけどね。動物に近いんですかね、妖怪も。どういういや、わかんない。なんか犬とかさ、老犬とかでさ、ご飯食べんくなったりするじゃん。病気とかでもそうだけどさ、そういう時ってご飯温めてあげるといいじゃんね、匂いが強くなるから。そうなんだ。そういう習性というか、餌じゃないですけど、でもなんかそのなんていうんですか、ちょっと遊郭に出た妖怪、だからに出る妖怪がいるから、その妻に出るみたいな感じじゃないですか。それがその童貞の精子が餌になるって、なんかちょっと通じるみたいな。確かにね。だからそういうなんていうか、性質に合ったものみたいなことなのかなと思う。でも後にも多分この童貞っていうのは大事ってことですもんね。そうなんか話は出てくる。まあ都合がいいみたいな感じで出てくるかな。これ聞いてる童貞の人は素質ありっていう感じ。そうですよね、今のところ。そうで、この主の人も霊感はないですからね。霊感ない。霊感弱い方っていう感じですね。そうだったね。多分ね。ない方っつって多少はあるのかなと思います。確かに。なかったらないって言いますもんね。そうだね。で、まだ質問が。お話に対しての Q&A みたいな感じですね。お話に関しての Q&A はちょっとあるかな。その最中に来てたやつってことですよね。ああ、そういや、一番初めに Q&A で話した内容は、今の話の途中にこういろいろ差し込まれてたやつ。ああ、なるほどなるほど、そういうことか。まあ前に、今回は前に持ってきてみたいな。ああ、そうそう、やつで、まあこの話が終わって、質問が一番怖かったのを教えてほしいなって言って、一番怖かったのは思い出補正もあって俺自身の小さい頃の話かなと。少し長い話になるから夜とか暇になったら書き込みますという、面白いです、シャレコアにあってもいいレベル、ありがとう、こんなんでいいならまだたくさんあるよっていう感じで、なるほど、うん、まだあるぞと。どうしようかな、 Q&A をやってこうか。はい、何日か前にも来たけど、俺は土蜘蛛が好きなんだ。それで1は土蜘蛛みたいな大物じゃなくていいから、蜘蛛や昆虫に似た妖怪に遭遇したことはあるか？虫は結構ある。妖怪的概念では死ってのは虫、死んだ虫って書いて死、虫的な妖怪が人間に寄生してもたらすもんなんだけど、詳しく説明すると長文になるからまた暇が空いたら。魑魅魍魎絵巻好きなんだけど、本物はどういったもんなんだろう。あんなのいたら買うわ。ケセランパサランはいいと思うよ。最初は命なくても大切にすれば、同業積んで入道すれば立派な妖怪だよ。まあ10年単位は覚悟した方がいいかも。夏といえば海。やっぱ海にも妖怪いるの？海は結構いるよ。ただ海の妖怪って陸の妖怪より厄介だったりする。例の天皇云々のやつが聞かないから。海坊主とか、また時間のある時にでも海の妖怪話聞かせて。ちょっと違うかな。まあ時間ができたら。妖怪の成り立ちって何？めちゃくちゃ長生きした動物とか？あと今も新しい妖怪って生まれてたりする？成り立ちとかはよくわからん。あくまで胎児が仕事で、妖怪研究は仕事じゃないから。でも、長生きした動物は稀に妖怪になることがあるね。陰陽師で有名な人がテレビで出てたんだけど、あれやらせ？式神がうんぬんふんぬんって言ってた。わかんない。難しいから。先生的には無理だと言ってたけど、もしかしたらそういうのを超えて理解してしまう天才とかいるのかも。世界は広いしね。柄にもなく。中卒のくせに難しい話してすまん。俺は先生と勉強するときはかなり苦労する。やっぱ文字があるかないかじゃ理解の速さが全然違う。ここに書かれている術だとか札って本当だと思う？これ URL が書いてあって、式紙を刺激する遊びっていう、2ちゃんに書かれた、なんか、やり方みたいなのが URL 貼ってあって、札はボースレの陰陽師さんがこんな感じのものは見たことがあるって言ってたけど、別なところでは昔テレビに出てたエセ陰陽師の使ってた札で、そこに書かれている張りかじの術なんてのもそいつがテレビで見せびらかしてたものだから、それに影響を受けて創作したとか言ってる人もいた。ちなみにこれをやって何もなかったって人が多かった。原文に書いてあるように、式紙より力が及ばない場合は式紙が出ないとか書いてある。失敗の原因は多分札が発動させられない人がほとんどだと思う。自分はこんなものを書いて発動させられるような力は欲しくないと考えているんだけども、一般人が紙だろうが鏡やガラスに指で書こうが簡単に発動したりはしないって、ここまでが質問ですね。で、回答。お札とかはかなり前に書いたように自分たちで作ったりしてなくて、先生がどっかから買ってきたものを使ってるんだ。先生ならまだしも俺とかバカだから、そういうお札がどういう原理で作られてるとか正しいかどうかとか難しすぎて理解できないから半分勉強するの諦めてる。だからどうなのって言われてもわからないとしか。ただ個人的な感想としてはちょっぴりかっこいいと思う。あと一般人がお札作るって少し笑ったんだけど、多分本当の意味で一般人はこういうまじないとかを実際にやったりしないと思う。質問。妖怪退治している1でも作れない、発動できないということは、一般人が札を書いたとしても良い効果も悪い効果も発動しないって感じで OK？俺は決して霊感が高いとかそういうわけじゃないから、そう無理やりまとめるのもやめた方がいいと思う。まあ確かに俺は発動とか作ったりとかは無理だよ。式紙云々は専門外だしね。ただ例えばすごく思いとか込めて誰かを呪ったりするとかそういうことすると、それこそ妖怪とか呼んできちゃう可能性もあるからね。妖怪退治っつうとイメージ的に漫画チックだけど、悪魔払いとか除霊を生業にしている人もいるわけだし、妖怪専門の人がいてもおかしくはないのかな。これは俺も漫画のイメージなんだけど、例えばさ、悪魔払いは聖書とか読むじゃん。妖怪の場合、それと似たものがあって詩みたいなものを読むんだよ。もともとこういうのは全部昔から伝わったもので、今だと意味も完全に理解できなかったりするんだけど、本来は八百万の神それぞれのための詩と、さらに詩を作った当時の妖怪とかのために300万の詩があるらしくて、それを使って妖怪と交渉みたいなことをするんだ。そういう意味では悪魔と妖怪は似てるのかもね。スレ上で妖怪や幽霊などいないという人と、いてもおかしくないという人で争っている。あ、このスレの中でね。それに対してみんななんか難しそうな話してるね。多分信じてる人は何言っても信じるし、信じない人は何言っても信じないから、論破みたいなのをしようとしても無駄だと思う。でもいるにしてもいないにしても、そういうなんていうかな、自然っていうか世界に対して畏怖を抱くのはいいことだと思う。人間が一番偉いって勘違いしないためにもね。ただ一つだけ言えるのは、妖怪とか死後の世界とか信じてるとか言っちゃうと確実にモテない。ソースはこういう仕事をしている俺。今日はもうあまり長い話できなくてごめん。もう遅いし寝ますね。おやすみ。って言ってからまだちょっと言い争ってて、スレの中で。で、それに対して無粋っていう言い方も少し人の神経魚でするからやめた方がいいよ。強いておかしいって点は、別に自分の持論を言うのは全然おかしくないんだけど、限界しているように見える2人は多分お互いの言いたいことは分かっているのに、ただひたすら言葉の上げ足みたいなのを取っているように見えて、言葉遊びしたいのか何がしたいのかよく分からなくなっちゃってるらへんかな。自分の持論を主張して、そんで相手の主張も理解したら、そこでそうですか、では俺とあんたは考えは違うな、話しかけんなクズ野郎とか言ってやった方がずっとすがすがしいのに。少しきつめな言い方してごめん。でもこの考え方が妖怪と接するのに非常に大切でさ、妖怪には妖怪の自分たちの利益があって、人間にも人間の利益がある。相入れない時は、そうですか、では私たちは敵同士ですね。ただ私も私の利益のためにあなたを退治しますから、恨みっこなしでいきましょう、みたいなことをして言うんだよね。では今度こそ本当におやすみ。これまだ続くんですけど、一旦ここで切りますね。はい。なるほどね。なんかこの Q&A を聞いてると、なんだろうな、まあ中卒だからとかちょっとよくわかんないなっていう言葉も言ったりするけど、なんかこのスレ主なりのまあなんていうのかな、まあ確固たる考え方というか、まあ自分がそう取り組んでる妖怪退治に対してのまあ信念だったりとか、その妖怪と人間の関係性みたいなものが、まあ、この質問 Q&A からなんかだいぶ読み取れるんじゃないかなっていうのがあって、なんかそのちょっとおしゃれだなと思ったのは、すすれ主っていうか、コメントしてる同士の言い争いを、その妖怪に例えて、それと一緒のことやってるよみたいな、あの言い回しちょっとおしゃれだなって思いました。そうよね。まあ、人格者とは言わないけ、そこまで言わないかもしれないけど、なんかすごくなんだろう、やみくもに頭ごなしにそれはダメとか違うとか言わずに、ちゃんとこう相手のことを理解した上でみたいなさ、まあ本当その辺が多分その妖怪退治することと、まあ、似てるというか、なんかそう根本的にそういう部分がなんか通じるとかあるのかなみたいな。だって一件一件ね、相手に合わせて作戦考えてるんですから、まあそうなりますよね。なっていうね。どうですか、話自体は面白いじゃないですか。その Q&A に対しての返答も面白い。で、まあ、これが、まあ、本当にこういう仕事をしてる人なのか、まあ、創作なのかっていうのも、まあ、語ってもいいと思うんですよ。どうです？なんか僕的には、この人あんまり力はないけど、まあ、少しはある感じ。でそれを仕事としてやってるみたいなのは、あることなのかなっていう、ただそれを全部が本当のことを言ってるってよりかは、その今の最後の質問っていうか言い争いの時に言ったように、これで自分が霊感があってこういう仕事してるけど質問あるってやると、波風立つし返せないポイントがあるから、なんかこういう。それをあえて妖怪に変えて喋ってたりとかっていうパターンもあるのかなって。ああ、そういうことか。ああ、その根本がね。ああ、なるほどなるほど。っていうのがちょっと思ったかなっていう。本当に妖怪退治っていうのも考えられるけど、うん、なんかそういうのもあるのかなっていう。そういうことね。すごいすごい。それは思いつかんかったな。なるほど。あるかもしれない。ちなみに今の何ちょっと対応してみたいな感じで質問ともう一個読むと、はい、フェイク入れてるっていう質問があるんですよ。はい、それに対してはそこら辺自分で判断した方がいいと思う。俺が何か言っても意味ないと思うしって答えてるんですよね。なるほどね。そうそう。まあだからまあ自分で判断しろということなんだけど、確かにその今ケースが言ったように根本をね妖怪ってしてるけど、本当はそこが違うかもしれないね。かもしれないなっていうのは。でも何かを対峙する仕事みたいな。それはあるかもしれないね。のかなっていうのはちょっと思いましたね。でもあったらいいなって思える仕事ですね。あったらいい。面白そうだなっていう。ロマン的な意味。そうだね。まあそれこそそういう漫画が好きだったりもするし、それこそヌーベイみたいな漫画好きですし、まあ実際やってる実際本当にそんな職業があったらなんか夢のある。まあなるもんじゃないよっていう感じですけど。まあ当事者にはなりたくないけど、話は聞きたいっていう感じだよね。おからじの本当にあった怖い話シリーズでも、元式神使いだみたいな投稿あったじゃないですか。あったあったあった。でちょっとやり取りできなくなって真相は分かんなくなっちゃいましたけど、なんかそれもなんかロマンあったじゃないですか。あったあった。ちょっと近いところをもうこの人とその投稿してくれた人で話してほしい。欲しい欲しい。俺式神使えるよ的な。わかるわかる。2人で事業立ち上げてほしいです。そうまあでも、この妖怪退治を仕事にしてるけどっていうこの人は、まあ、式神とかはちょっとまあ専門外だし、まあ、ないと思うみたいな感じのスタンスの人ではあるんだけどね。そうですね、言ってましたね。しかもまあいろんな流派があるっていうね。その妖怪退治一つの家系っていうかだけじゃないっていう流派だけじゃないんだなっていうそうだね感じもしますしね。戦争とかで結構死んじゃったからみたいなのも、まあなんかありそうだなっていう。でも師匠シリーズが結構、まああれは創作じゃないですか。そのウニさんって方が書いてる。まあ創作かどうかもわからんですけど、ベースがあるのかもしれないですけど、あれもなんかちょっと変わった角度からの今まで聞いたことないような話っていうのも多いんで。まるっきり創作かどうか、まあそのベースになった話があるかもしれないですけど、ほとんど創作の可能性もありますよね。まああるね、確かにね。ああいう例えば文献とかをいろいろ調べて、なんかあんまり世に出てない知識を出すみたいな。なんかその家を縄で囲ってとか、なんか昔の儀式とかではありそうだもんね。ちなみに家燃やす、お札ペタペタ貼って家燃やすっていうのがちょっとね小説にあったんで、昔そういう描写が結構有名な小説にあったんで、まあそれは家っていうよりは神社でしたけどね、燃やすのはあったなと思って。なるほどね。まあちょっとね真偽のほどは定かではないですけど、でもまああったらいいなっていうところです、僕は聞いて。そうだね、面白いなーって。面白いで、現時点で創作だろうが事実だろうがおもろいね。そうだよね。本当それはね読んでて思った。なんかすごく本当に、あとこの今エピソードは一つしか話してないんですけど、まあちょっと時間も結構経っちゃったんで、また次回その続きの話というか、そのさっき言った怖い話ないみたいな、でこの話は自分が幼い頃の話かなみたいなこと言ってて、気になる。そう、次回はその話をしつつ、さらにまた Q&A に答えていこうかなっていう感じですね。いいですね。結構対策でその人の幼い頃の話って結構長くなるんで楽しみ。ちなみに1個目のスレッドの半分も言ってないってことですよね。言ってないです。全然言ってないです。すごいな。全然言ってないんですよ。それが11スレッドあるんですよ。ああすごい。すごいよ本当に。という感じで、はい、今日はここまでとしようかなと思っております。まだ近いうちにまたすぐに第2弾続きやりますんで、楽しみにしててください。はい、というわけでこの話もし自分だったらありがとうございました。でしたわ。次回も楽しみですわね。ではまた後ほど。